エルプスとは、日本の競争馬、繁殖品馬である。逃げ馬として、なお馳せ、1985年の大歌賞など、重賞競争で5賞を挙げた。1985年度優秀賞最優秀4歳品馬。主戦騎手は、紀藤隆之。孫に、GI 競争3賞を挙げたテームオーシャンがいる。英語表記馬名は、エラーボスであり、名前は、 南極大陸に存在する勝火山、エレバスに由来する。戦績中のバレーは2000年以前に使用された、旧表記で記述する。1984年9月2日、函館競馬場の新馬戦で、つまがりただみを安城にデビュー。初戦は、道中中断のまま9着と大敗した。しかし、東進2に乗り換わった2戦目で、スタートから逃げ切り、初勝利を挙げる。 自走には、連投で、函館山歳ステークス前日のオープン特別出走が予定されていたが、登録等数が試行規定に足りず不成立となり、急遽函,函館山歳ステークスに出走した。つまがり、東ともに、多倍の機場が決定しており、本競争から木頭高行を安定に迎えた。当時は開催当日に機種が競馬場へ移動することが可能だった時代で、 鬼頭が移動のため飛行機に乗ったところ隣席にオーナーの小畑がおり、鬼頭くん、今日うちの馬に乗ってくれるんだって。頑張ってねと激励を受けた。レースは前走と同様に逃げ切り、重症初勝利を収める。これは鬼頭にとってもデビュー10年目で初めての重症勝利であった。以降、引退まで一貫して鬼頭が騎手を務める。次走のオープン戦では一番人気に支持されたが、 逃げることができず、最下位と大敗する。これを受け、続くテレビ、東京賞3歳品馬ステークスでは14頭立て11番人気と評価を大きく落とした。しかし、スタート直後から先手を取ると、宝スチール以下を一番真犯退けて、重賞2勝目を挙げた。この競争を最後に、当年のシーズンを終える。重賞2勝は、同期品馬の最多勝ちであったが、 最優秀3歳牝馬には、通算4戦三勝参2着1回、関西のラジオ単派派派3歳牝馬ステークスを制した、日本ピロビッキーが選出されている。大歌賞競争後、カメラマンに囲まれるエルプスと、祈祷3ヶ月の休養後、放置杯4歳牝馬特別で復帰。当日は3番人気であったが、逃げ切りで、重賞3勝目。勝つに分かったが、 4コーナーで仮作の色に驚いて、手前を急に買外側に車高、束の走行を妨害してしまった。結果、機上停止処分にはならなかったが、機頭では、大賀賞を勝てないと、大賀賞に機上予定のない機種たちから、多数の営業があったが、場所の小畑に確認を取ったところ、機頭で行ってくれと、コンビ継続が決定。自走、4月7日に、大賀賞を迎える。機頭は、 これがクラシック初起乗であった。当日は降雨で重ばばとなったがレースではハイペースで逃げると最後は追い込んだロイヤルコスマーを半馬身退けてクラシック制覇を果たした。エルプスと紀頭に加え管理する久常久尾にとっても競馬界に入って36年目で初のクラシック勝利であり、久常はインタビューでやっと夢が叶いましたと涙を見せた。 祈祷、久常ともに、これが、騎手、調教師生活を通じて、唯一の GI 優勝となった。なお、祈祷以降、関東所属騎手の大賀賞制覇は2010年のエビナ、マサヨシまで現れなかった。続いて、頻馬2冠を目指した、優秀頻馬では2番人気に支持されたが、逃げを打つことができず、また2400メートルという距離も不敵で15着と、大敗。 競争後には、福島県いわき市の競争場総合研究所で、温泉療養に入った。秋は、エリザベス女王杯を目標に、小場相手となる、k 応杯オータムハンデキャップから始動。当時の1600メートルの日本レコードに0.1秒差と、迫る、1分33秒0というタイムで勝利する。自走のローズステークスでは、前年12月以来の一番人気に支持されたが、 ゴール前で竹の花を見に刺され2着。初めて逃げながらの敗戦を喫した。2番人気で迎えたエリザベス上杯では、距離不適から直線で失速し、リワードウィングの11着に終わった。その後、ジャパンカップ出走を目指して調教されていたが、出走場に選出されず、その後の調教で、客部不安を生じる。以後温泉療養を続けたが、復帰体制が整わず、 そのまま競争生活から退いた。休養中、優秀賞最優秀4歳品馬を受賞している。引退後は一旦故郷、北栄牧場で繁殖品馬となったが、初号を受退した後に、道場が育成牧場、ファンタストクラブとして改装され、静内町の片岡ファームに移った。以後8頭の3区を、出産、6頭が勝ち上がったが、これらは、 すべて一生のみに終わり、総じて産区成績は振るわなかった。しかし、第二子のリバーガールが2000年の阪神3歳、ヒンバステイクス、2001年の大歌賞、週歌賞を制したテームオーシャンを生んだ。オーシャンが大歌賞を勝った4月8日は久常が死去する16日前に当たり、病床でエルプスの孫の勝利を知った久常は涙を流して喜んだと伝えられている。 エルプス自身は2002年に繁殖生活からも退き、以後は片岡ファームで功労馬として余生を送った。長く健康を保っていたが、2009年9月15日に牧場内で策定の際にバランスを崩して転倒し、右後ろ足の大腿骨を骨折。同日中に安楽死の措置が取られた。27歳。馬体重は最高でも 428kg。 最低4 1 4ラムと小柄な馬であった。性格的には戦闘を切れなければ惨敗という成績、また3区や孫のテイエムオーシャンの気象の激しさからエルプスも同様とも見られていたが、自身は旧車でも牧場でも非常に穏やかな馬であった。久常は普段は静かな馬なのにレースになると一生懸命走るので頭が下がりますと述べ、 片岡ファームでは人間にも子供にも静かで母馬の缶のような馬と評されている。反面、鬼藤はすごい根性の持ち主と評し逃げた時には限界までの粘りを見せた。5歳児にマイルチャンピオンシップに勝った宝スチールとは通算5度の対戦で全勝しているにもかかわらず馬券人気では常に宝スチールの方が上だった。大花賞で一番人気を奪われた際には 鬼頭もどうして一番人気にならないのだろうと感じたと述べており、ナイターの一丸広氏はこの二頭を本当に不思議な関係だったと評している。牧場ではギャラントローマンの付け馬としてセットで売却された程度の評価であった。ありがとうございます。